確かに昔の時代ってそういうあれで育ってきた親が子供時代の親たちが大人になったからそういう風になっちゃうんだよな。ヒロポンとかあったし。確かにな、時代は違うから今より全然薬の性能って確かに違うからな、うん、今は確かに安全かもしれないけど、そういう意味で昔の薬ってどこまで安全性あるかって分かんないよね、市販薬ってって感じだったんだろうね、きっと。いや、病院で出される薬は別に平気なんだよ。子供の頃から喉から来る高熱すごい多かったから、もう今思えばそれがもう前兆だったのかもね、喘息になる。最近ね、なんかマスク生活するようになってからまず喘息にならなくなってるからすげえ快適なんだけど、その喉をそこまで痛めなくなったっていうか、もうマジでみんなマスクに効果ないって言ってる人すげえ多いけど、マスク効果ありすぎてちょっとありがとうマスクって思って、喘息もしあんな汚い空気の場所で、ね、店で働くなんて話もあるんだけど、ちょっと何してんのお前が。すんのピコピコピコ、僕白いから食べれると思ったんですが、お前ってダメだったんですか。わかんない、死ぬかも。ダメダメダメ、大丈夫。ただ銀紙しか出てないから、そこのちょっとしたかけらだから多分大丈夫だと思うけど、僕に何かくださいよ。すごいよ、前の車なんかゴマついてると思ったら、さっさくまの花火だいいじゃん、風流だ。で、だってさ、考えてみなよ、色がさ、緑色だよ。桜っぽいじゃん。もしかして今日嫌だった？あのね、雨がうざい。あー、まあ、これな、うん、夕方にはやむらしいけど、そうそう。やるのかこれ。まあ明日は曇りだからね、天気予報が。これはちょっと気がめいる雨の降り方だ。はとりあえず5000で出してみるか、うん、4号でも出てるか。家に帰ったらちょっともろもろ写真撮る、うん、
奨学金制度のやつなんかニュースでやってたけど、うん、出世払いに変更可能とかなんとかって、ね、なんかそんな対応するとか言ってたよね。変わんなくね、出世払いとか。うん、変わんないね。えっと思った、出世しなければじゃあ払わなくていいなってなっちゃう。まあそういう風になるよね。え、じゃあ働かなきゃいいってことみたいな。なんかね、ずれてるよな。てかそこじゃね、それじゃねえべって。一時期払わなくても済んだはずだけどね。そんなことなくて、前から。うん。申請すれば。払いまへんって。出世払いって、クエスチョンマークするし。なんかね。え、それね、結局あれじゃん。学生ローンみたいなのさ、組んでるのとさ、何一つ別に、今の奨学金払ってきたんですよ。何のあれも変わんなくねと思って。払う時期が遅くなるだけの話で変わんなくねって思った。日本の政府やってることが遅いから。そんな出世払いで後からでも払える制度にしますよって言ったって、結局さ返すのが後、まあ、後になってよりそうなんかね、払う期間が長くなるだけの話じゃん。だったら普通に払ってくる、返してくるんだよって思っちゃう。なんだそれ。なんか半額制度にするとかさ、半分国が持つとかだったら分かるけど、なんだそれかなって。こっから渋滞だよ。日本の政府ってなんかずれてるようなやり方が前々から改めてずれすぎててちょっとびっくりするよね。えってなっちゃう。ハート型の CD 初めて回転するのそれらしいけど初めて見る。なんかディスコ壊れそう。中にはダメってのもあるけど、うん、バッティングセンターちょっと楽しそうだよね。どんぐらい似せて書くかって、プロの、うん、見てみよう。なんかまあ言っちゃあれだけど、似てるかって言われたら似てない気もするけど、でもなんかいい意味でもあの選手って普通じゃん、うん、なんかすげえ特徴あるとかじゃないじゃん、はい、普通イケメンな感じの人じゃん、うんうん、だからまあなのかな。まあなんかよくある。